こんにちは、柴田です。今回は横山健さんのシグネチャーモデルをレビューいたします。こちらソリッドボンドのコースセッターというですね、ハイスタンダードの横山健さんのシグネチャーモデルになっております。シグネチャーモデルなんですけれども、廉価版というところでね、割とお安めな形でですね、手に入れることができるという風なギターになっております。今千葉管楽器では11万円ですかね、新品で17万円弱という風なギターです。まあ箱物としてはね、結構お安めな感じかなと。で、名前の由来ですね、ホームページ抜粋させていただきます。まあコースセッターというのはですね、造語でどういうことかと言いますと、まあ、こいつを手に入れたら人生のコースは決まったと、まあ、コースをセットするというふうなことですね。ギタープレイの道に踏み込んだんだから気合を入れて進んでいこうと、もう後戻りできないぜという意味が込められているということです。で、このソリッドボンドなんですけれども、まあ、ギターは横健さんが使っていて、ベースはですね、小林勝さん、現クロマニョンズですね、あとニル、ジグゾーのボーカルのね、鉄さんと一緒にやっているバンドのベーシスト、このお二方がご使用になっているというふうなギターです。こうビグスビーがついていて、ちょっとグレッチ風ですよね。ここにマスターボリュームがあって、ボリューム2個にトーンと、で、スリーウェイのセレクタースイッチで、気になるのはですね、これメモリがですね11まであるんですよ。まあ、これは横山健さんのですね、フルテンをね超えていけと、まあ、そういう願いがね込められているということです。なのでね、これ多分ピッピックアップもね結構強めなんでしょうかね、どうなんでしょう、気になるところです。製造はコリアになっております。あ、バランスめっちゃいいです。まあ、軽すぎず重すぎず大きいですよね。うん。大きいですね。もう生音でも結構ね、弾き心地が非常に楽しいというか。うん。なかなかね、もう見た目からね、高級感がね、溢れ出てますね。ではリアからいきましょう。抜けが非常にいいですね。まあ、箱のふっくら感もしっかりと。リバーブ深めにかけて、
スもね、非常にいいです。うん。歪みのノリがね、どんな風な感じなのか。めっちゃいいドライブ感。非常にいいですね。でマスターで落として。このクランチの抜けもね。歪みにもですねしっかり対応できるけれどもクリーンもちゃんと濁りすぎずちゃんと出ると。歪みのノリもね非常にいいんでね、音作りはねしやすそうな感じですね。まあ、ぜひぜひ箱物をですね今お探しの方はこのねソリッドボンドをチェックしてみてください。ご視聴ありがとうございました。柴田でした。